ダニエルナンデスは、ベネズエラ、首都カラカス出身のサッカー選手。セグンダディビシオン CD テネリフェ所属。ベネズエラ代表。ポジションは GK。CD テネリフェのカンテラから2002年にラーよ、マハダオンダで、プロデビューしたエルナンデスだったが、どのチームでも控えの域から脱することはできず、レアルマドリード C やバレンシア CF メスタージャといった競合チームの、 株組織に所属した経験を持ちながらも、トップチームには昇格できない状態が続いた。2011年8月19日、当時セグンダ・ディビシオンのレアル・バリアドリードと契約。2011から12シーズン、ハジャドリードは昇格プレーオフを勝ち抜き、プリメーラ・ディビシオンに昇格。エルナンデスは念願のトップリーグでのプレーが実現した。 2012から13シーズンは一時に政治意を任された。2013から14シーズンはギリシャのアステラストリポリス FC でプレー。2015年からはカンテーラ時代を過ごした CD テネリフェでプレーしている。2010年にベネズエラ代表に初招集され、9月のエクアドル戦で代表戦デビュー。コパアメリカ2011のメンバーにも招集。 コパアメリカ2015では政治系を任され2016年のコパアメリカセンテナリオでは決勝トーナメント進出に貢献した。ありがとうございます。